東泉一郎です。東京の神宮前でデザインの仕事をしています。気をつけないと、大抵物を考えたり作るときに先入観っていうものに捉われていると思うので、でまず頭の中を空っぽにして本質的なところまで掘り下げるっていうことをまず考えます。お電話がだんだん機能がただ喋るだけでないいろんな機能が電話に入ってきて、で電話でコンピューターのようなことをやらなければならなくなったっていう中で、アプリが動いたり、あるいはメールを打ったり、でそのためのインターフェースをまず解決するっていうことから始めました。それ僕、そういう意味で言うと結構建築家の仕事やなんかが好きなんですね。で、まあ、ちょっともう今生きてない人だけれども、例えばコルビュジエだとか、あるいはバックミンスター・フラーみたいな人だとか、ちょっとそういう人の仕事が好きで、ちょっとリスペクトして見てきたんですけど、あとは例えばモーグ博士みたいな人も。科学未来館のインターネット物理モデルという展示です。この白と黒の玉、これがデジタルの0と1の、ビットの情報を表していて、でコンピューターとインターネットのネットワークの仕組みをすべて、ブラックボックスがない形でいろんな、信号がどういうふうに反応してどういうふうに送られていくかというのを自分で操作して遊びながらすべて目で追える、そういう展示の装置です。